もよろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、じゃあ今からね、ブルースでひたすらでしょう。新田さん来ない。新田さんね、そうそう、今ね、西岡さん書いてくれてはりました。多分エンディングになるんちゃいますか、ね、うん、来へんのか。また音飛んだよ。嘘。マジで。ほんと。うん。何やろ、ネットの環境？ネットの環境ね、うちあれさ、ソフトバンクの光なんですけどね。まあ置いといて。うちも光やけど。でも雨降ると、どこもなんか調子悪くなるみたいで、基地力的に。そうそうそう、雨風強いと弱いので。なんで俺今日調子悪いの？うん、だから首回らへんやろ。待って待って。はい。よっしゃ。じゃあ、改めて一応、まあちょっと参考のために、一応、ブルースの12小節、もっぺん書いておきますわ。チャットに上げておきますね。困った時に。覚えてはる方はもちろん大丈夫なんですけど、一応、まあ、うん。iPhone は見れないっていうね。iPhone 見れないんですよね、これね。そうなんです。書きましたから大丈夫です。あ、大丈夫です。本が大丈夫です。はい、書きました。いやいや、見れない。さすが、やる。いやいや、さす。よっしゃ、やりましょうか。はい。ではですね、まあ最初のちょっと振りなんですけど、まあキー C のブルースやったら、さっきの3音の C と B フラットと G の3音だけで十分ソロ取れるんですよ、実は。はい。ですね。で、まあちょっとそれを使って、ね、ブルースのそのね、12小節のコード進行。で、まあ、3音、その3音にしようかな。だから C と B フラットと G のね、3音ですね。さっきのやつです。で、それで、ブルースのコード進行で、ランダム声かけ、コール&レスポンス。やって遊びましょう。はい。まあ簡単です。ホストからやります、これはね。今回私からやりますんで、私がソロ終わったら、どなたか指名します。はい。で、指名された方は、これまあワンコーラス12小節なんで、まあ12小節ごとに交代です。ね、で、またその次の12小節ソロ。C と B フラットと G の3音で弾いてもらう感じです。はい。で、まあ、ランダムで回してって、ね、ええとこで終わるんで、最後ね、ホストが終わりの際に出しますんで、で、そこからそれで終わり。感じです。はい。まあまあ、最後ちょっとまあ、終わるときは遅らして、ね、リットエンドの感じでね、ちょっとこう、テンポを落として、終わる、まあ、リタルダンドっていうね、音楽用がありますけど、それはちょっとテンポ落ちるようです。これちょっとテンポ落として終わるみたいな感じでね、終わり方、そんな感じの終わり方にしましょう。はい。で、ご見学の方に、ソロ振ったら、テンパるんで、はい、楽器を振るだけでお願いします。もし、まあまあ、万が一、まあなんか、あれですね、まあ、見学の方にソロ振られたら、まあ、なんか一ボケしていただけるじゃあ一応鍵盤の前にはそう取るやよ。あ、マジで。あ、じゃあやりましょうか。やりましょう。音声が途切れて。あ、やりましょう、ほんなら。じゃあ西岡さん、ほんならじゃあ、いっちゃいます。マジで？うん、いいですよ。何やったっけ？ドーと？ドーと。C と B フラットと G？ C と B フラット G、そうですよ。うん。はい、いけるんかな？めっちゃ久しぶりなんやけど。大丈夫です。その3音だけで大丈夫です。うん、はい。です。音だけちょっと足していい？あ、どうぞ。ちっこい？いや、聞こえてます、聞こえてます。大丈夫。OK？ 聞こえてます。うん。はい。いきなり10人とかいけるのかな？今日は大丈夫、大丈夫。ホストがちゃんと分かりやすく合図するので、大丈夫です。あ、そうね。はい。上から一緒に上に戻るとき、ちゃんと頭でやりますんで。はい。あ、はい。で、はい、大丈夫です。で、今日ちょっと芸妓さんは楽器持ってきてはる感じですかね、ひょっとして。何持ってきてる、ね、とりあえずドラムスティックらしきものが見えたのが、リズムをお願いします。出してます。あ、マジで。じゃあ、それで C と B フラットと3音で、はい。音探してください。音探してください。叩いて。周りの音。ね、
あれホテルの隣の部屋に騒音になっちゃうのでできません。ああ、そうか。そらそうや。そらそうや。はい、じゃあそんな感じでじゃあやりましょうか、ほんだらね。じゃあ、ブルースでほんだらいきますね。いきます。ほんだら私がいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォあ、私がコールするんだ。はい、そう。で、猫さんお願いします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、どうぞ。いいですね。ルナさん。皆さん、はい、イエー、素晴らしい。ワン、ツー、スリー、フォー。
さん。はい。素晴らしい。T さん、はーい。ルナさん、はい。猫さん、はい。ちゃんと12小節を捉えたソロをね、ちゃんとしていただいたんじゃないかなと思います。
いい感じです、いい感じです。よし、じゃあ、ここからね、では応用編です。応用編。はい。まあ、ブルースのね、コード進行っていうのは、まあ、先ほど出させてもらったやつが、基本形になるんですけども、たまになんですが、クイックチェンジって聞いたことある方、いらっしゃいますかね。クイックチェンジって言われて分かります？なんか、初めて、ね。分かりました。首も上げる。OK、じゃあ、ね、解説します。はい、まあクイックなチェンジのことなんですけど、ね、ね、全く説明になってないんで、はい、今のチャットに出しました。はい、これね、クイックチェンジってどういうことかっていうと、2小節目がいきなりもう4度に行くんですよ。F になる。ほう。うん、パターンのコード、ブルースのコード進行のこと。クイックチェンジとか、クイックフォーとか言ったりするんですけど、これは結構その曲始める前に、あ、これクイックチェンジやからなとか、4度に2小節目4度いくやつなとかね、なんかそんな感じでよう言ってくれる人がいるんですけど、まあ、なんせ2小節目がまあ、このキーが C なんで F になってるバージョンです。他は一緒っす、他は一緒。こういうね、やつがちょっとあるんですよ。まあ、これのまあちょっとこういうブルースもあるんで、うん、まあちょっと軽く紹介だってな、ちょっとね、これでまあ遊んでみようかいなという感じです。はい。うん、猫さんおらんくなった。猫さんが、猫さんが猫がくれしちゃった。猫がくれ。急に、まあまあ、急にすぐ帰ってきやるでしょう。はい、うん。ですね。じゃあ質問。はい、質問。質問。どうぞ。そのクイックチェンジで2小節目が F になったからといってどう変わるの？あ、だからちょっと普通のさっきやってたブルースの進行よりちょっとこう、うん、なんか気持ち展開がまた違った感じが出せるいうことですよ。そうそうそう、ちょっとまたね、2小節目ですちょっとまた違う感じなのから、もともとのブルースの12小節だったら、うん、最初の4小節全部 C なの。うんうんうん、一緒。だからそれに対してちょっとこうスパイス入れるみたいな感じですね。南インド。南インド風。南インド風。南インドなんやね。インドは関係ない。ジョロキアじゃないんやね。ジョロキアは大概からですよね。ね。ね、置いといて。はい。まあ、ちょっとしたスパイスみたいな感じでね。ちょっと2小節目がだけ F になるっていう、そういうパターンのブルースもあるんで、それをちょっと紹介しておきます。はい、クイックチェンジでちょっとね、遊んでみましょうかな。はい。で、今度はストーリー展開です。ストーリー展開セッションです。うん、ストーリー展開。そう。はい。あとこうね、こう落ち着きからこう盛り上がって、うん、で、また落ち着いて次の人にバトンタッチっていうね、パターン。ですね。こうストーリー展開っていうのがね、うん、こうソロでできたら、ね、キャリガールいい感じのソロに仕上がるという、ね、うん、それをこのブルースの12小節のね、これに乗せてやってみようと思います。はい、はい、で、まあブルースは12小節単位なんで、ワンコーラスがね、うん、おすすめは24小節だから2コーラス、うん、2コーラスの1コーラス目を落ち着きで弾いて、うん、で、2コーラス目を盛り上がりで弾いてみたいな感じで、ちょっとこう、また毛色が違う感じの、ソロの展開にしてやるだけでも、うん、だいぶそのソロ自体メリハリがつきます。っていう感じでね、ちょっと、まあ大体その2コーラスで、うん、ストーリー、まあ要は24小節ということですね。それでちょっとこう、うん、ストーリー展開をちょっと考えた感じのソロを弾いて24で24長いね。長い。長い。一人でやるんですか？イエス。そうです。あら、長いし。あら、そこでちょっと1個ポイントがあります。1個ポイントがあります。はい、これだけちょっと、うん、ちょっとヒントというかポイントがあります。ね、皆さんね、そのスタートから考えてまいがちなんですよ、みんなね。スタートからこう何やって、うん、どんどん盛り上がろう盛り上がろうと思ったら、なんか今やってたことよりすごいことやらなあかん、すごいことやらなあかんってなって、最初から結構飛ばしていきはったら、そっからすごいことって何やったらええねんみたいな感じになるんですよね。そう。ということはですよ、逆の発想で、もう最初にピークをどこに持ってくるか決めとくんですよ。
だから一番盛り上がりのところで何をするかいうのさっき決めといたんです。難しい。だからあのでそれは別に皆さんの今できることでいいんですよ、うん、何でもいい、何でもいいです。高い音出すでもいいし何でもいいです。はあ、うん、1オクターブ上げるだけでも盛り上がるんで、うん、極端な話、別に何でも、うん、あのできること範囲でやってもらったりです。でそれよりもあのなんていうかな、もっとあの音数を減らしたりとか、あの、うん、音を下げたりとか、あの音量を下げたりとか感じて、うん、あのそっからさらに盛り下げることを最初にやっていたいです。ほんなら今のあることだけで表現できるんです、うん、そう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 。だからピークを最初に決めとくんです。どういうことをやったらやって盛り上げるかいうのさっき決めといたら早いです。その逆算が難しいよね。そうなんです。その逆算ができると、できるとめちゃ楽です。楽、うん、うん、まあその練習や思って、まあ、やってみてください、はあ、別にまああのなんかこんなちゃんと絶対盛り上がらなあかんみたいな、その、まあ、あのできる範囲でいいんだから、まあちょっと練習や思ってやってもらったら大丈夫です。はい、です。そんな感じです。音数は3つのまま？音数は3つのまま、あの一応まあちょっとあえて定めないです。あの弾ける人はガンガン弾いてもらったらいいんですけど、あの多分まあ難しいっていう方はあのさっきのドとね、あの C と B フラットと G の3音だけで十分できるんで、うん、その3音だけでやっても大丈夫です。十分ソロは成り立つ、うん、いける人はもっと何でもやってもらって いけるとかじゃない、途中で弾きたくなる。あ、そう違う音を弾きたくなる。あ、それはもうお任せします。あのできるのです、はい、大丈夫、はい。できるというか、やりたくなるだけ。できるわけじゃない。あ、そう、そういう、そういう、そうね。大丈夫、うん。そんな感じで、ちょっとやってみてください。ほんなら、これはちょっと一回私がお手本で、あの、最初ソロやるんで、ほんなら、あの、そっから、あの、順番でいきましょうか、これはね。ほんなら、あの、私行って、ルナさん。行って、宮下さん。で、猫さん。はい。1点で、西岡さん。はい。西岡さん終わったら、じゃあ、ゲイクーさん。そう。オッケー。オッケー。そうそうそう。いや、音なしでやりますよ。そう声でもいいよ。声でもいい。やってもらいます。じゃあ、はい、スネアとタムとか。あの、ある程度で感じです。ある程度で、はい。オッケー。じゃあ、それでいきましょう。はい、じゃあ、そんな感じで、じゃあ、ちょっとやってみましょう。これで。いいよ。せやね、あのちょっとね、ブルース、あのちなみにね、あのブルースの進行って、あの別にブルースでやらなあかんことないです。あの別にロックでもやっていいし、ジャズでやってもいいし、ファンクでやってもいいし、あの別にブルースの進行やから言って、絶対にそのブルースでやらんとあかんことないです。ファンクでちょっとやってみようかなと思ってます。いいですね。うん、楽しそう。ファンクで、うん、ファンクでいきましょう。ファンクの16小節の感じで、ちょっとこのブルースの12小節のコードをやってみましょうか、はい、それでいきましょう。いきます。はい、じゃあいきますね。ワン、ツー、ワン、ツー、ティI'm gonna go.
来た。
あー、OK。 いやー、リタさん、あの、ギターあります？いや、ギター、ギター。早く、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 いや、今起きたんで。あ、マジか。早く、早く。OK。 落ちちゃった。ほんならじゃ終わります。いや、そうだ、そうだ。遅いな遅いなもうチラチラ見ちゃったよ。すみません。あ、あったやん。きっとあるじゃないですか。そのまま寝ちゃったんでしょ。マジで。すみません。おはようございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ、ちょっとまあ、あの、終わりの時間がちょっと近づいてる。あ、大丈夫です。あの、見学というか、なんというか。まだ、まだ、ただ、ね、また、またやりましょう、ニッタさん。ただね。はい。ありがとうございます。じゃあ、あの、さすが。ね、お一人ずつ、じゃあ、ちょっと今日のご感想をいただけたらと思います。じゃあ、黒さん、お願いします。はい、お騒がせしました。誠に、間違った。ルナさん、じゃあ、ほんなら最初。はい、はい、はい。結構小説感覚が難しくて、うん、24小説、うん、まあ、結構厳しいものがありますが、はいはいはい、でも、あの、のりさんのベースがすごい音がよくって、本当にかっこいいなと思いながら、聞きながら楽しんでいました。ありがとうございます。はい、あと、みーさんの、スキャット入りの、アドリブ、はい、ね、すごい良かったです。ニッタさん残念。はい、はい。ね、あとキーさんも盛り上がりを作るのがすごく上手だなと思いました。ありがとうございます。はい、まだです。ありがとうございます。ゲクさん、とってもね、面白かったって言ったら失礼だね。すごい楽しませていただきました。はい、猫さんのギターの音もとっても素敵な音で、はい、すごい綺麗な音、いつもいつも綺麗なギターの音だなと思って。はい、はい、新田さん、おはようございます。ということで感想でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、みーさん、お願いします。やっぱり、あの、金沢さんのベースのノリで自然にグルーブしてるんで、こっちもすごいやりやすかったです。ありがとうございます。はい。はい。あの、ルナさんのエレクトーンの音が、なんかこう、うん、ちょっとこう、シンセみたいな感じで、そうね、でいいですね。はい。ありがとうございます。ええ感じでした。グッズいい感じでした。あの、はい、猫さんのギターもこう、あの、味があっていいです。いやいやいや、全然ダメです。あの、キーさんの、なんかあの、なんかこう、呪音みたいにこう、なんか引っ掛けるやつがすごいよかった。あの、本当にあの盛り上がりの時、そう、はい、よかった。はい、ゲフさんがドラムはすごかったですね。ね、本当伝説の回になりましたね、平成最後の。ね、ね、超伝説。その時寝てたなんて。なんか ホテルのフロントが見に行くんじゃないですか、なんか。逆に伝説っすよね、それ面白いですね。ね、あかんけどね。まあまあ、大丈夫、大丈夫でしょう。まあ、でも、ほんまにね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、猫さん、じゃあ、お願いします。はい。やっぱり小説感覚が、やっぱり24小説というのは、うん、あの、かなり意識をして、そう、ね、うん、もう少し素直、あの、意識せずにできたらいいと思うんですけど、まあ、いつかなりたいなと思いますが、難しかったですね。え、でも楽しかったです。なるほど、よかった。あの、いつもあの、やっぱりあの、ルナさんのエレクトーンの音はやっぱり癒されますね。はい。だから、ミンさんみたいにやっぱ歌いたいですね。なんかかっこいいなと思って。ね、すごい。ミンさんインスト。で、あの、キーさんのあの、一音をあの、ずっとあの、ちゃんと一応ね、ちゃんとあの、な、
あのリズム刻むっていうのが、あ、僕も真似しようとか思って、ありがとうございます。でやっぱゲッターさんのあのリズムの刻み方は、はい、大変面白かった、ね、はい、ありがとうございました。じゃあ、京子さん。ん？私？どうもです。なんか、いきなり登場しましたって感じでしたけど、観客の予定が、ね、あの参加させていただいて、すいません、お邪魔しましたって感じですけど。いや、本当に、新沢さんのベースは心地いいね。なんか、下手くそでもうまく聞こえるというか、気持ちよく、やっぱり乗せていただける中で、こう、平成最後をさせていただけたのはすごくありがたいなと思いつつ、本当ルナさんのね、そのエレクトーンなんかちゃんと聞きたいです。私あの、うん、ね、まあ、その一人で弾いてられるのを聞きたいなって思うぐらいとても素敵で、YouTube 番組ありますだって。あ、本当ですか。後で教えてください。後で教えてくださいっていうぐらい本当にこちらまでみたいな感じで、はい、あ、そうです、ね、あ、こちらまでお願いします。もう私ミーさんすごいと思いました。なんかセッションホストしてますみたいなぐらい本当。あ、あの、うん、なんかあの毎日あのあ朝セッションっていうのやってて、やってますよね、あの時 みんな歌うんですよ。歌いながらやるんですよ。そっか。あの新田さんよく、はい、新田さんもできます。いや、もうその歌いだけじゃなくてそのフレーズとかが本当にすごいよくて、でまたあのその中でのハーモニカがとても良くて、まあ、なんかハーモニカずっとしてほしいなってちょっと思ったぐらいで、本当で、あのネクさん、ネクさんありがとうございます。なんかすごい嬉しかったです。なんか続けてもらって、でしかもそれがまたこう発展してこう音が違う音になっても続いてたのが、おーすげー、まだそこまで多分長くできひんなと思いながら、でもいや本当ネクさんのそういうところすごいなと。あ、でも楽しいですよね。はい、はい、なんかすごいなと思って、私もちょっとそう試そうかなって思いました。すごく、はい、あの私本当一音で終わってくるので一音の情報なんでそう、芸妓さん、あの頑張ったじゃあ今度のセッション本当それ一回なんか全部やってほしいぐらいドラムソロ入れてほしいなと思いました、ね、本当そんな中なのに新田さんね、私一生懸命チラチラしたのにね、残念、残念、平成最後伝説